はい、本日ですね、こちら防水のレザーリュックをご紹介していきたいなと思います。ということで、ズドン、こちらになっております。テーマはですね、上質でオンオフ使える選ばれし者のリュックっていうところをテーマに一回作ってみました。で、これがですね、普通のレザーのリュックに見えるんですけど、実はね、防水なんですよ。で、本革なんやけども防水にしてて、よく偽革のフェイクレザーとかやったら防水ってあるじゃないですか。で、それ嫌やなと思って、実は僕工場行ってみて、いろいろ質感触ってみたんですね。こう、防水の中でも、つるっとしてる感じとか、テカテカしてる感じとかもあったんですよ。で、それは個人的にあんまり好きじゃなかったんで、こういうしっとりとした加工のされた防水のレザーがいいなと思って、レザー選びからスタートしたんです。で、僕取引先の会社さんで、まあ東京の御徒町とか浅草とか、ここは姫路なんですけど、そういういろんな工場行くのが、まあ、マニアなんで好きなんですね。で、多分日本一工場行くの好きな人なんですよ。ものづくりめちゃくちゃ好きで、できないから多分好きだと思うんですけど、で、その中でもこのしっとりした加工感というか、質感のあるリュックがいいなと思って、この生地を採用して作ってみたんです。で、まあ革選びはそこは分かったんやけども、次にやっぱ形をどういう形にしていくかなってなった時に、まあ展開は2色あるんですけど、今現時点で僕はこのブラウン使ってるわけなんですけど、極力こういう私服でも合わせるし、例えばこういうオンのタイミングでジャケパン行った時とかでもパッて合わせれるようにしたいなと思って作ったんです。まあブラウンはちょっとあれかもしれんけど、まあブラックとかやったら絶対何でも合うじゃないですか。でやりたいなと思って作ったんで、金型がとにかく多い。なんで多いかっていうと、めっちゃシンプルじゃないですか。で金型だけでね、こんな多い金型見たことないでって工場さんに言われたんですよ。でまあそれは申し訳ないんやけども、まあそれが僕はいいと思ってるから作ってくださいと。でちなみにファーストサンプルはこれなんですよ。よく見てください。ポケットがないんですね。でシンプルなのがかっこいいと思ってなくしたんやけども、ポケットないだけでなんか能面感あるでしょ。なんか変やなと思って、ここに前ポケットつけることによってめっちゃしっくりくるやんっていう感じで作らせていただきました。でも僕の使い方はまあ後で言うとして、皆さんのレビューとか見ていただけたらわかるかなと思うんですけど、これ紹介してって言われたんですよ。でなんでなんかっていうと、とにかく最初に言ったけど選ばれしもないから値段が高いんですね。だから値段が高いから画像だけではね、紹介できないところとか僕のうんちくとかをね、ちょっと語りたいなと思いますのでよろしくお願いします。皆さんがいただいたレビューとしては、タコさん一つだけ言わせてくださいと、ちょっとこれはもう言わずにはいられないですよと、最高なものを作ってくれてありがとうございます、デザイン、質感、使いやすさ、大きさ、どれも最高ですということで、仕事でもプライベートでも大活躍ですとか、あとまあ人と被らないのがいいとか、ガンガン使えるのが嬉しいとか、こだわりが詰まってるいいリュックですとか、あとまあブラウンからブラックに交換もスムーズにしてくれたとか、リュックが結構容量大きいのでガンガン詰めるとこもグッドやし、あまりフューチャーされてないけどリュックの中の内側のポケットとかそういうところもいいですっていうことなんで、まあそういうところがどんな感じなのかちょっと見てもらいたいなと思うんですけど、これ今実際僕使ってるやつなんですけどね、こう表のリュックのとこパッて開けるじゃないですか。でそしたらこれは二重ファスナーにしてるんですけど、このファスナーも結構変えたんですよ。で一番何がいいかなっていうことで、ある程度ファスナーの長さが長い方が持ちやすいから、最初はこれやったんですよ。このファスナーやったんですよ。でもなんかちょっとこれ子供っぽいなと思ってこれに変えたら、まあ正解バッチリで見ていただくと、まあ、こんな感じで、中は実は洋服で使うコーデュラの生地を採用してて、まあ、丈夫な赤で、なんで赤にしてるかっていうと中がね見えやすいんですよ。どんなものが入ってるかって見えやすいから赤にして、ここの背面のとこにはポケットがあるので、こういうポケットあるし、さらに側面ですね、さっき言ってた側面とかもうこういうところにも、例えばメガネとかピュッて刺そうと思ったらここら辺にピュッて入れることもできるし、すぐ取り出すこともできると。でそれが両サイドあって、まあ、ここにもコーデュラのタグついてますけども、コーデュラがあって、前のファスナーのとこには、まあ、ちょっとした小物ですね、だからミンティアとかで、僕はよく領収書を持ち歩くからホッチキスとかペンとかリップとかで、こういうのをバラバラにならないようにメッシュポケットに入れております。だから実は形はめっちゃリュックなんやけども、作ってんのもカバン屋さんが作ってるんやけど、生地は全部洋服の生地なんですよ。でコーデュラでしょ。でここが洋服の裏地とかで使われるちょっと硬めのメッシュを入れてるんですよ。よくバッグの裏地って結構メッシュ柔らかいんやけど硬い方がいいので硬くしたりとか、あともっと言うと僕のふざけたとこなんですけど、背面のとこ見てもらうと、この背面のとこ、これポーラテックのフリースの生地を採用してるんですよ。普通洋服でも今ポーラテック高いからみんな使わへんって言ってるのに、ここにパソコンちゃんとか iPad ちゃんに優しいようにっていうことで両面にポーラテックのフリースを採用しております。でそれ以外にもカバン背負った状態ですぐにアクセスしやすい時ってあるじゃないですか。ここポッてこっから出したいみたいな。でそういう時用にこの両サイドに、僕の場合はアルコール入れたりとか、あとは DJI のポケット、まあこれはカメラなんですけど Vlog とか撮る時にここにあるとすぐ出せるんですよ。であ取らなあかんってなった時ピュッてこれまで撮れるからいいし、あと逆側には AirPods のプロ入れたりとかしてて、まあなくすでって感じだけどなくならないようにはします。で水入れた時にここで水が溜まっちゃうことがあったんで、後ろっていうか下側をメッシュにすることによって水抜けもするようになってってるので、まあこれAirPods Proはほんま入れん方がいいかもしれないですけど、防水なんで、例えば雨降るってなった時は中に入れてもらって、ここ水通っていても大丈夫っていう風にしてます。でもちろんファスナーも全部止水ファスナーを使ってて、この背面も横もで前もファスナーは止水ファスナーなんで、濡れることがないと。で僕ここはまたミンティ入ってるね、充電器ですね。よく新幹線で充電とかするんで、まあ、ここに入れてたりするっていう感じです。だから見た目めちゃくちゃ普通なんですけど、出張とかよく旅行行く僕が一番使いやすい形何かなと思ってめちゃくちゃ考えました。でサイドも普通に使うだけでは使いにくいから、ここに実はゴムを採用してるんですね。でここにゴムがあることによってここが伸びるっていうね、で伸びたりしたら出し入れしやすい。でここにもちゃんとマッチをつけることによってその辺を吸収してくれるってなってるし、でレーザーで一番怖いところは背負った時に、まあ白 T とかやったらそうなんですけど、この肩に色移りしませんか、それが怖いじゃないですか。これパテ取った時に真っ黒になったら困るから、後っ側に関しては全部メッシュにしてるんですよ。メッシュにすることによってここは色移りがないですよねってなってて、見えるところは全面防水のレーザー使われてるんですけど、そうなってたり、あとここのねカチンってやつ、これがポストだけやったらもう全部ハイブランドを超えるぐらいに作りました。 YKK のマグネットにしてるんですよ。ほんまカチンってつけるやつあるんですけど、あれがね確か何十円かで買えたんやけど、これ何百円かするんですよ。10倍ぐらい値段高いんやけども、近づけるだけでここがカチンってひっつくんですよ。でひっついてくれるし、外す時もここをパッてやるだけで外せれる。これも絶対これがいいと思って業者さんに無理言って出してきてもらったりしてます。であとリュックでダサいのが、大人の人が背負っててここをブランブランになるリュックあるじゃないですか。でそれが嫌やから、ここにねレザーで止めてるんですよ。で止めることによって調節はもちろんできますよ。これで調節ギューってしていって、このブランブランが嫌やから、この輪止めというかレザーの輪止めがあるので、この輪止めでしっかりブランブランにならないように。タイトルにもあるんだけど、30代以上のリュックっていうのは何かなと思ったら、ここブラブラしてるとか、なんかそういうのちょっとダサいなと思ったり、あとちょっと見える金具とかがやっぱりこういうのゴールド使ってたりして、ちょっと大人っぽいかなっていうことで全部アンティークゴールドに統一してるんです。でこことかはそれこそ今後出していく予定があるんですけど、ちょっと小物入れるやつがあるんですよね。でそういうの今作ってるんだけど、そことこうガッチャンコできれば、ちょっとタバコ入れたりエアポッツ入れたりするのもできるっていうのを全く同じ革で今作ろうとしてるんですけど、そういうのをやってると。で使っていくとどれぐらい違うんかっていうと、僕一番最初使ってたのがこれブラックなんですよ。で使っていったらこんな感じで勝手にねツヤが出てくるんですよ。全く手入れも何にもしないんですけど、このマットな感じからちょっとツヤ感が出てくると。で性能としても防水は変わらず防水なんで、まあこれ濡れたりしてるのもあると思うんですけど、防水やし、この手の油分とかによってよりこうテカリが出てきたりして、まあテカっても安っぽくならへんようなレーザー選びっていうのをまずやったと。でファスナーを変えることによって扱いやすいし、子供っぽくないで、全箇所にそういう使いやすさがある。でキャリーケースの時に、これ互換性のないリュックってめっちゃ大変なんですよ。ずっと背負っとかなあかんってあるんやけども、そういうのがないように、ここの真ん中にベルトをつけてるので、ここヒュッて通してもらったら、こうリュックとキャリーケースが合体できるという風になってます。でこれはもう僕が今までいろんなリュック背負ってきた中で、デメリットっていうデメリットを全部省いたんですよ。横にポケットあったら水筒とかペットボトルも入んのに、カメラも入んのに、でそれつけた。でさらにここがマグネットやったらよかったのに、でそんなんも全部なかった。で前のポケットは小物取り出す時とかにわざわざ全部ガバってやるのめんどくさいからやりたい。でもっと細かいものに関してはメッシュで囲っといてほしい。トイレとか行った時に、トイレのとこにかけたいじゃないですか。この上にカポンってなってるのあるので、ここにこうやってかけれるようにこの上もつけたりとか、それありとあらゆる今まで使ってきた中で、これ嫌やっていうのを全部解消したリュックなんですよ。で、まあ、中身も今見てもらった感じで、いろんなポケット、実はポケットが用意いっぱいされてたり、まあ、パッと見ではわからないんですけど、正直商品ページでは説明できひんぐらい込められたんですよ。だから動画にしてくださいっていう風に言われたんですけど、まあ、動画にしたらこんな感じです。でデザインに関しては何をモチーフにしたかっていうと、もちろん機能的になればなるほどごちゃごちゃするんですよ。でごちゃごちゃはしたくなかったんですよ。ってなった時に一番着想を得たのはやっぱハイブランドやったんですね。ハイブランドもいっぱい僕見に行ったんですけど、リュックもほんまにいいのあるんやったらそれ買おうと思ったんですよ。それで別にいいやんって作らんでいいやんと思ってたけど、やっぱりなかったんですよ。でハイブランド見ててもどれもこうシンプルにやっぱ作ってて、やっぱり突き詰めたらシンプルやんなと。で開けたら実は機能がある、それが多分大人やなっていうところに行き着いたんで、もうそれやったらこれ作ろうということで、まあ、最初はポケットなかったんですけどポケットつけて、作ってっていうことで2色の展開で作ってます。でまあブラックに関してはもうこれも1年ぐらいも使ったからどんな感じになったか分かったんですけど、次ブラウンがどうなるのか分からんので、ブラウンを今現在は使ってるんですけど、まあ、また1年ぐらいしたらどんな感じになるかは分かると思うんですけど、そういった形でこのリュックを作らせてもらいました。まあただ値段的には高いし、まあ、商品ページ見てもらったらもう作れる数も限られてるんですよ。だから多くの人に買ってほしいっていうのではなくて、まあ、選ばれし者が持ってくれたら嬉しいなって思って作らせていただきました。で今ね見た目だけやったら合皮で雨にもできる対応できるやつとかって多分あると思うんですよ。そんなに値段高くないやつで、それでも全然いいっていう人もいてはるやろうし、いや本革で経年変化とかもこういう感じでテカテカしたりとか長く持ちたいとか、まあ僕の場合で言うと修理も受けるんで、ちょっと型のところがほつれてきたってなったら修理も受けるって対応になったら、まあ、そういうのがいいっていう方に向けて作ったっていうのが、まあ、今回のリュックになってます。まあ元は言うと僕が欲しくて作っただけやから、別に正直売れんくてもええやと思ってたんやけども、まあありがたいことに反応していただいてますので、値段ちょっと高ないかなとは思ってるんですけど、僕の中ではコストはかなりかけてるので、まあ、満足していただいてね嬉しいなと思うし、工場さんは正直複雑すぎて作るのがあんまり嬉しくないとは言ってたけども嬉しくないって言いながら一生懸命ね専属の人がやってくれてるんですけども、1個でもね多くの人の手元に行って、これ持ってねあ仕事頑張ろうとか、これ持ってねあすごいなんかちょっと気分いいわとか、旅行行く時もあ前ワンでええわとかで、どのコーディネートでも合うわとか、そういう風になったらいいなっていう思いで作らせていただいたっていうのがこのリュックになっております。まあただ数はやっぱ作れないので、まあもうある中で喜んでいただける方がいたら嬉しいなっていう思いで作らせていただいたというところになっておりますので、洋服に関しても僕作ったりしてるのは基本的にはもう詰め込んでるんですけど、まあ、これは比較的手が届きやすいこだわりでいこうとか、いやこれはもうちょっと手届くとか関係なく全こだわりを詰め込んだろうとかっていうのもいっぱいこう分けながらやってるんですよ。だからその分全部詰め込むと値段がやっぱり5万8万10万ってしてくるんですけど、まあ、その分僕の中ではいろいろこう考えていろいろ試行錯誤しながら作ったっていうのが、まあ、このリュックになってるということになっております。まあ、正直ねブラウンはそこまで人気ないんですよ。やっぱりブラックの方が人気あるんで、まあ、ブラウンはもしかしたらもう人気なければもう廃盤にしても全然いいかなと思ってるんですけど、10月分入荷まではブラウンは作ってるんで、まあ、そこから様子見ながら皆さんにあんまり評判良くないなと思ったらブラックのみに絞るかもしれないんですけど、ちょっとこれはねこれ用に色を作ってるんですよ。この僕のリュック用にわざわざこの色を作ってるので、ちょっと手間っちゃ手間なんですよね。でブラックは別に誰でも作れる色味っていうか黒やから誰でもできるんですけど、ブラウンに関してはもうこの色味ってちょっとまた別注で作ってるので、もうあんま人気ないとやめようかなとは思ってるんですけど、一応そういうことが作ってるリュックということになっております。まあ気になる方はね商品ページの方からどういう過程で作られてどういう加工がされてるか見ていただけたらなと思いますので、まあ、まずは知っていただくっていうことで、ご紹介させていただいたということになっております。またねジャパンメディアの方で僕作ってる商品とかでこういうの紹介してほしいとかっていうのがありましたら、まあ、基本的にはここにはあんまり自分の商品の宣伝ばっかりとかじゃなくて、やっぱりいろんな人にためになるような動画っていうところが、まあ、基本的には考えてるので、あんまり比重は多くするつもりはないんですけども、まあ、その中でもこういうのが気になるっていう方がいらっしゃれば教えていただけたらなということで、本日はですねリュックの紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。